皆さんこんにちは、大地です。昨日コーチの仕事のね、一つに、クライアントに想像してもらうとかイメージしてもらうっていうのがあるんですよと。でぜひね、そのことにトライしてみてくださいねというようなビデオを出したんですけど、イメージするのが苦手とか想像するのが苦手っていうね、コメントいただきまして、でまあ別にクライアントが絶対にイメージとかね想像しないといけないって話でもないのね。それこそ、盛り上げ上手なね、でコーチにね、例えばどんなのって言いながらいろいろ突っ込んでもらって、でその中からこんな感じだってねイメージ出てくるっていうこともあるし、あとコーチによってはね、こうなんか聞いててこんなの向いてるんじゃないかと思ってとかってこうね直感を投げかけてくれたりするコーチもいますから、まあそういう人と一緒にね作っていくっていうのでいいんじゃないかなというふうには思うんですけど、それでもねなんかやっぱり少しでも自分でこのイメージしたい想像したいっていう人はね、まずね想像しようとかって思うとなかなか想像できませんから、リラックスして、でなんかやっぱり少しぼーっとしてる時の方がいろんなこと思い浮かびやすいからね。で普段から少し脳を休める、ぼーっとする時間をとって、であとはポジティブにね、なんか特に未来イメージする時とかって絶対に実現するぞっていうようなものじゃなくて構わないので、なんかこんなのいいな、あんなのいいなっていうのはね気楽に出てくる。でできもしないようなことでもね、物理的に無理なようなことでもいろいろ想像してみて、その中からヒント出していくぞっていうことなのでね、なんかこのポジティブにぼーっとした、だからこのねポジティブな雰囲気とかもコーチと一緒にいるとできやすかったりとかってしますしね、コーチがゆっくりやってくれるとぼーっともしやすかったりするので、まあ一人でやるよりもね、そういうの得意なコーチと一緒にやってもいいし、まあ自分一人でイメージしたいときはねポジティブにでぼーっとねしてみるといいんじゃないかな。であとはね、素材がないといきなり未来のことって思い浮かべらんないのね。だから過去のすごい楽しかったところとかね、好きだった人とかね、それから好きだった場所とか、そういうのいろいろ思い出して、でそういうのがコラージュでこう未来ってできるわけですから、だからね過去のいろんなね楽しかったこととかいろいろ思い出してみるといいと思いますよ。だからね子供の頃からずっとこう思い出してみるとか、であとねそれでもね素材が足りなかったら、やっぱりね素材集めするつもりでね、雑誌めくったりとかね、ネットサーフィンしたりとかで、いろんな人の話聞いたりとかしながら、効率的に何か自分がこういうのがいいんじゃないかなをね見たり聞いたりとかっていうので、情報に自分さらしておくとね、やっぱりいろんなイメージしやすくなるんじゃないかなっていうのがあります。で実際にコラージュ作ってみちゃうのもいいよね。ドリームマップとかねみたいな、まあいろんな名前でやってるね人たちいますけれども、雑誌とかでね切り抜きで、で自分がいいなと思うね風景とか人物とかっていうのを切り張りして、でまあ好きなねセリフとかねキーワードなんかも入れたりして、でそういうのやっていくとだんだんこのねビジュアルで考えていくっていうことの脳も活性化していくと思いますから、実際にねコラージュ作ってみるなんかもすごくいいと思うし、実際にそれができるんだったら別にそれ以上脳の中でねイメージしなくてもいいんじゃないかなと思います。で、ね自分で書いたりとかっていうのをまたこのねの書き立てたりすると思いますから、まあそんなのもね面白いんじゃないかなというふうに思いますよ。でまあなんだけどね、あとあれだよね、それでもってもっと真面目に練習したい人は脳の中でねそのイメージする練習っていうのがそもそもあるんですよね。例えば写真をよく見て、で目閉じてイメージの中で思い出すとかね、景色をこう見てで目閉じてで細部こう思い出すとかね、で音楽も音楽とかなんとかも聞いて、でもう一回イメージの中で聞いてみるとかね、でこういう練習してるとだんだん脳の中でイメージをするのがねまあ上手になってきたりこうするんだけど、まあどこまで本気でやりたいかだねこれはね、というようなことです。でまああとはやっぱりね行動するのが実は一番で、で実際に自分でねいろんなとこ出かけてみたり、いろんな人と会ってみたりね、少しでもいろんなことやってみて、その中でこういうのいいなと思ってさらにやってみるってねしていくと、それだけでもどんどん人生前に進んでいきますし、でそういうやっぱり体験の量が増えてったりとか、で自分でいいなと思えるようなねことの量が増えていくと、だんだんこのイメージするっていうこともまたできるかもしれないので、まあ、そんな風にねいろんなアプローチがありますよということです。参考にしてください。それでは。